はい、もう1周目で全員フロープン推奨します。2週目の僕の番から考察を伸ばしたいので、1週目潜伏とかいらないと思ってます。霊媒師、占い師は全員出ていいと思います、1周目で。陣形固まってから、狩人どうかな狩人どうしよっかなはい、僕、狩人です。もうフロープンでいいと思います、<laughs> どんな実験でも。霊媒師、占い師の方は1周目全員出てください。僕、狩人です。以上。 9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私、霊能者です。霊シャです。8番さん、カリウド。特、まあ、に触れても仕方ないかなってとこですよね。で私が発言最初みたいな感じで進行論を話すのかな。うん。えっとですね、私は単体精査をしていただきたいですね。単体精査。この人が白い、黒い、みたいな感じで。この人とこの人とこの人は LINE 繋がってそうだから、みたいな話をしちゃうとですね、 あの考察が濁っちゃうなんでかっていうとライン切りなんてのはいくらでもできるし不毛だからだから単体精査をしてほしいですねはい八番さんと同じで私は、えー、初週で全員出てほしいですねまあカリドさんも出てるんでね全員出てください以上です一番のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます村人陣営です、えー、占い師でした えー、ランダム賞で4番白です。ランダム賞で4番白です。番目<ー>、まあ、にかかるず4番の団体発言で強人の精査をしようかなとは思ってますうーん。そうですね。まあ、八番さんが、まあ、彼でも出ちゃったのでいいですけど、僕は、まあ、2周目からでも良かったと思いますけどね。うん、9番さんについては、ちょっとまだ分からないですね。特に、えー、引っかかるような発言もなかったかな。うんまあ、9番さんは対抗、まあ、が出,る出てきた場合、そのグレーからいってもいいのか。 もし行くんだったら誰を釣りたいのかっていうのを2周目でしっかり発言してほしいですね。い。うん、こんな感じかな。2番さんめちゃくちゃ考察大変だけど、ちょっと頑張って、まあ、1級精査つけれたらつけてほしいかな。うん、って感じですね。とりあえず以上です。2周目でついちゃいけます。はい。2番のプレイヤーは発言してください。さいはじめましてよろしく <laughs> ということで、村人陣営仕様は特にありません。 えー、8番さんがカリウド c 早いねー。もうちょっと楽しんでもいいのに。2>, うん、2週目でもよかったと思う。そこは1番さんに同意。で、9番さんが霊能。単体精査。うん。まあ単体精査の方がいいのは確かですね。<laughs> うん、でもねー、ライン切りはね、俺ねー、やっぱねー、あんましないと思うんだよね。初日からは。だから、 ラインだけで見るわけじゃないんだけど、うん。っていうところかな。経験あるからね。身内切ろうかなと思ってボコボコにしたら、そのまま自分の相、仲間が釣られていくっていうのが <laughs>。うん、っていうところかな。で、一番さん。一番さんはちょっとだけ気になった。えー、四番の狂人を追っていく発言で。 で、懸念するのであれば、4番が狂人だったら、霊能が出た場合、9番の狼も見ていく。っていう発言は出てもいいんじゃないうーん、って思ったな。素直にね。ま、あそこがちょっと気になったぐらいだね。また2周目頑張ります。以上。ということ。3>, 3番のプレイヤーは、発言してください,ださいお。おはようございます。特に塩はございません。 うん8番さん、9番さんについては、特に、まあ、フラットかなといったところですね。8級フラットなの、うん、?2 番さんは結構発言伸びていたんだけど、僕はちょっと2番さんのその4番さんに対して1番さんが強調を追わなかったからっていう理屈は別にいいんじゃないかなと思うんだけど、違うところでちょっとだけ気になったのは、1番さんが8級で比べたときに9番さんに結構強めな圧をかけていた気がして、それがもしかしたらだけど、 あの、よく、これ、メタにならないですよね。なんかよくこういう、この超人気曲って、狩人が 1CO になって、霊能が 2CO になる場面が多いから、多分、狩り 2CO になるより。っていうことで、無意識のうちに、霊能の方が対抗で安いっていうふうに思ってるっていうのがあるんじゃないかなと思うから、もし、シングルイだとしたら、そこをちょっとバイアスを外してもらいたいなと思っていますね。どういういこと まあ、それぐらいかな。2番さんも若干、まあ若干だけ視点が違うとこはあるけど、別に特に黒いと思ってないし、大まかな視点は合ってるので。まあ、フラットかな。色付けはでもできないかな。うん。まだ役しか出てないしね。八役 C5 しか出てないし。八九一バイブ下げてけ正直色はわからない。2周目で考えたいと思います。以上です。4番のプレイヤーは、 発言してくださいうーんまず役から触れますがまだ1人ずつしか出てないけど9番さんの進行論に関しては、まあ、普通にムラリはあることは言ってたのかなと思いました今のところ偽要素っていうのはなかったかなと思ってます1番さんに関しても、まあ、一応なんか最近の村で結構自分の白出したところの強じんを追わないとシーン締め薄いとかって言っちゃうような人もいるから私は全然そんなこと思わないんだけどだから一応言ったって感じでまあそこまで1番さんの4強精査みたいな。 なんかそこはそここはまで引っっっかかかててないかないと思まますね、うん、まだ一番さんに関しても偽要素は拾ってないです。で二番さんちょっと若干引っかかったのがまず一番に対して四番の強人を追うんだったら九番の黒を追ってもいいんじゃないかって言ってたけどなんで一番さんが私の強人を追ったからって言って九番の人狼名を追わなきゃいけないんですかねっていうのは普通に思いました。うん、なんか、まあ、確か確ににグレーに狂人がいるとして どうなのかななんか2番の発言普通に引っかかったんですけどね。2番の突っかかり方すごい不自然な気がしたんですけど。なんで1番が私の教人名を追ったら9番の黒を追わなきゃいけないんですかうん。なんかわかんないな。なんか2番さん若干、若干、うん、怪しいと思ってますね。3番さんは、まあ、2番と視点が合ってたって言ったけど、どの辺で視点が合っていると思ったんですかね。ライン切りライン考察のとどこですかね。 なんかどういうところで2番に視点が合うって言ったのかっていうのは気になりました。なんか3番さん言葉遣い難しくて、バイアスとかなんかよくわかんないけど、バイブ下げてけー。けは言い。いははますすすが私はすむらでで以上ですはーい5番のプレイヤーは発言してください。はーい、みんなおはよう。人狼ちゃん、昭和が見たい日で嬉しい。はい<き>、私は占い師だ。8番ちゃんが白。8番ちゃんが白と出た。 八番ちゃんが白ね。うん。うん。いや、八番ちゃんが狩竜で出てきてくれたことは、村目線はすっきりしたよね。うん、ただ、自分目線としては、うん、狭まってないんだよ、グレイチが。うん。一番ちゃんが4に白か。 二号亀じゃねうん。そんな突っ込むとこもないんだよな、正直。うん、ごめん、新名を落とせる点がないわ、申し訳ない。ただ、上げ足を取るんだったら一番ちゃんっていうのは二番さん、一級の精査お願いしますねって言って、なんだろう、対抗が出てくるのが、占い師と、霊能しか見てなかった点っていうぐらいかな。うん。これがを落とせるかって言ったらそうは思わないけど、ただどんどん突っ込んでいく点は突っ込んでくれ、ね、申し訳ないけど。うん 2番ちゃんに言いたいのはさ、いや、ライン切りね、めちゃくちゃ強いと思うんだよね、超人気曲の場合って。だってさ、例えば、あ霊能が新居で出てるとするよね、2番ちゃん。で、グレー釣るとするじゃん。あと6番釣ったとして、で、94が確定。2番が62狼だった場合ね。あー、それはないな。あー、なんて言えばいいのかな。だからさ、霊能がいる盤面でさ、 あの、黒出て、そこで、二番ちゃんがそこで、その相方を釣りをしたら、めちゃくちゃ二番ちゃんって白くなるんだよ、初日。そしたら相方釣らない。だから、単体制作するっていうのは全然合ってるし、た二番ちゃんそれで黒とは見えないから、二番ちゃんしっかりね、そういう点も追ってってほしい。狼ってそういうことするからね、ライン切りとか。ぐらい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、レノーです。はい、レノーです。ということで、もう、う バ番サで占いでたが、もう7はほぼスムラっていいんじゃないですかわかるかなあ、でも、うん、逆、1, だ1がしんと見たら、14よね、4だから、親ラ7番のプレイヤーは発言してください。親札。はい、おはようございます。村人陣営で使用ありません。 えーと、占いさんが1番と5番さん、霊能者が9番さんと6番さんですね。えー、と、私は霊能ローラーかなって思ってますが、まあ、9番さんの発言で気になったのは単体精査っていうところですかね。まあもちろん LINE を見るなっていうことではないと思うんですけど、なんか単体だけで見るのって結構難しいかなっていう気がします。 で、うん、標高札とかも LINE に入れてるのかな。<laughs> まあ入れてないよね。標高札は単体で見るのかな。うん、ただ、出方は6番さんの方が偽っぽいかな。 あー。これなー。8番のプレイヤーは発言してください。はい、すっきりしましたね。もう、馬振り売れ詰めとか必要ないと思っていて、レードンローラーからの1号の占い審議が3日目以降から行われる進行でいいと思っています。6番さんを固く偽だと思っています。まあ、親フラもありますけど、6番さん視点7番さんスムラっていう思考はわかりませんね。狼もあるでしょうってところ。 7番さんが役なしでしょうっていう考察なら分かります。親ラで発言も聞けていないので、霊媒師だとしても必要ないかなって思いました。かわいそうグレーで引っかかったのは2番さんと7番さん。結局7番さんは9番さんの進行論につついた。なんか噛みついたように見えたけど、別に進行論云々から霊媒審議ってのは分からないと思っています。で、出方だけで6番さんの偽っていう意味も分かりません。どういうところから偽名を取ったのか全く分かりませんでした。 どどっっっっっちちががが人かかかかなななてて探ししるよう狼に見えまたた同じぐらいで引の2番さんが1番さんが4番さんに白を出していて4番さんが霊能なら9番さんの狼も追っていく発言をするべきだと思うみたいな発言をしていましたが1番さん視点4番さん強人9番さん真っていう4番さんが霊媒使用したらねっていう場面もあるのにその無駄雑な殴り方が2番さんかなり引っかかっています。 無駄に役職を殴って白く見られようかなっていう狼。だが結局黒く見られてしまったっていうところですかね。4番さんは片白ながらに白いと思いました。だから現状少し5番さんもそんなに締めっぽくないので1番さん、2番さんしっかり追ってねっていうところが52狼今見えています。5番さんが狼でグレー幅を広めるために僕に白打ったというふうに見ています現状。1番さんも少しだけ死んだと思っています。3番さんは微妙な位置。微妙な、微妙な位置って感じです。 本当に微妙なところです。狼は2か7にいるかなと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。うーん、そうなんですよね。でえっとね、8番さんのに付け加えると2番さんってめちゃくちゃ1番さんに圧かけたんですね、すごく。まあ無理に。4番さんの狂人を追うんだったら、えっと、4がなんか出たら、えっと、9、狼も追うべきみたいな話してたんだけど、これって、 多分ね、この後に、あの、対抗で占いが出るっていうのを知ってたんじゃないかなっていう視点ですよね。うん。2番さん狼、だからね、2号狼あるのかなと思いましたね。うん。すごくそれがスッキリする。うん。って思いましたが、それは7番さんの発言の前まで。うん。7番さんの単体で、うん、よくわからない単体精査だけで見るのが引っかかるみたいなのもちょっと無理がありすぎるし、 で、しかも、私の発言に引っかかったのに、出方は6番さんの偽っぽいって、もう何なんだって感じですよね。もう無理に、まあ、例のローラー持っていきたいのかなって感じはしたよね。うん。反対で見ると、7番さんって感じだよね。うん。で、3番んまあ、聞き間違いかな。聞き間違いだと思うけど、8級フラットって言った気がした。1級フラットの聞き間違いかもしれないけどね。うん。で、あとは、まあ、1番んえっと、 え、違うわ。2番3、んいや、いいのか。1番が9番に圧かけてたって言ったよね。3番さん。その理由が、だから何なんだって感じですよね。結論がなかったですよね。うん4番さんはね、白いと思ったね。すごくいい発言だったと思った。うん。グレーで、なんかこの人が一番黒いみたいな、なんかみんな黒いからね。だから、 6番からいってほしいかな、今日は。ちょっとわかんない。濡れない結果も見れるしね。6からいっていいんじゃないかなと思いますね、私は。いいちゃってーす。1番のプレイヤーは発言してください,ださい、うん。はい、おはようございます。うん、レーロは俺多分6級新居だと思ってるんですよね。6番は出方が、えー、強人。9番もなんか考察して最後グレーをするんかなと思ったら結局6番ずり。うーん。 5番どう俺、4番がこに見てる。見てないんだったらさ、その2、3、7、どっかグレー詰めてさ、占えばさ、あのー、俺目線黒ははっきりするから、正直グレー詰めたいんだよね。うーん。うん、9番と6番わかんねえなー。発言だと俺9番の方が新目に見えるけど、最後の6番推しはちょっと興味高かった。グレーだと、うーん、やっぱ7番かな。レーモン精査しかしない。グレーどこを詰めたいのって。 うん、グレーズリーのこと全く考えてない感じがしたから、7が一番今のところ黒いで、2番と3番の殴り方がね、俺ちょっと理解ができなくて分からない。うん、2番は4の強鳴を追うなら、9、人狼。9の神話はと思ったし。うん、3番に至っては、もう最近は仮対抗はあるんですかね。そこら辺はちょっと経験したことがないんで分かんなかったですで。あと9番、ちょっとハーコン、3番に対して叩き方がハーコンしてて、 3番は二番、俺が2番に192の精査をしてくれって圧をかけたけど、8番の対抗は見ないのかっていう指摘をしたんですよね。ああそれは把握漏れかなと思いました。ただこれが黒要素かどうかは分からないです。で、5番がね、2番に対してだけめちゃくちゃ触るんだよね。うん、ライン切りがめちゃくちゃ強いって言って、5番にめが2番にめちゃくちゃ触るから、軟直だと25。<れ>うーんって感じかな。めちゃくちゃ叩いて囲いっていう線もあるし 3番はちょっと殴り方がわからないから、ちょっと色が見えない。で、だから72どっちかから冷たいなのと思ってません、ね。うん、発言聞くけど、グレーズメダメかな。5番目線どうグレーズメどう僕27どっちかが冷たいかなと思ってます。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。2週目ましてよろしくということで、<laughs> グレーズメ大賛成です。 自分目線はグレーだったら37、占いだったら5、霊能だったら6っていう選択を挙げておきます。いろんな人から殴られてましたが、僕は自分が言ってる発言があや、えー、と意味不明だとは思ってません。1番さんが4番を強靭でおった。だから9番の黒を終えていったわけじゃありません。1番が4番を強靭でおった。だとしたら、えー、9番の対抗、霊能がもし出てきたときは9番の黒もあるのかなっていう発言です。 何をそんなに叩かれているのかがわからない。5番さんに関しては僕に、えー、助言しているだけ。あなた目線の4、3、ほか、19、8、すべては何なんですかっていうところ。全く死に見えません。9番さんが言ってくれましたね。えー、3番さん。まず、8、9をフラットで見る。言ってる意味がわかりません。自分は8番さんは普通にカリウドなのかなと思った。なぜ8、9をフラットで見るっていう発言が出たのか。それはあなたがカリウドなんですか だから8番さんの人外が見えてるんですかそれともあなたが狂人なんですかとても村目線とは思えませんでした。そして7番さんも6が偽だと思う。だけ。言ってる意味がわかりません。自分は1が死んだと思うので4は白。そして5が偽だと思ってるし6が偽だと思ってる。37のどちらかから冷たい。3でも7でもどちらでもいいです。っていうところ。 うーん。だから37の発言聞くよ。1番さんはグレーから冷たいんだよね。そして7から行きたいんだよね。じゃあ俺も7行こうかな。っていうところ。1番が真に見えるから。6番さん、9番さんは自分さえ生き残れれば別にいいよね。グレーの色見たいよね。以上でーす。3番のプレイヤーは発言してください。釣りたいかな。ちょっと。 言っていることがあんまり納得できないですね。えっ、ー、と、5を偽で見て、6を偽で見る理由は何でしょうかそれはまとめですか僕は今のところ、発言が伸びてると思うのは、例のだったらキューバさんと思うけど、6番さん親フラだから、うん、グレー詰めでいいと思いますよ。僕2番さん釣ってその色を見るっていうのが一番ムラになる信仰なんじゃないかなと思ってます、ね。2番さん殴りがちょっとよくわからなかった。うん。 えっと、3番が、えっと、8番に対して初周でなぜ新狩りだと決め打てるんですかなんで僕が狩人っていう目線を追うんですかよくわからない。僕が狩人だったとしたらですよ。C をしますよ。みんな黒い場合ってグリッツにした方がいいのかなよくわからないですね。3位の殴りが。うん、3と7。2番さん目線で、例えば2番さんが人狼だとしたら、7番さんスムラ、僕もスムラ。っていうことで、まあ、 今、村目線で言ったら多分7人のどっちかをグレーだったらるって流れになってると思うんだけど、7を押しすぎたらちょっと怪しまれるから3を広げようとして黒リーを捏造したようにしか聞こえませんでした。みんな黒いな、うん、その叩き方はちょっとおかしいんじゃないかな。僕が狩りってよか叩き方は。うーんとね、1番さん結構シンっぽいんだけど、ただ2番さんが黒いから、もしかしたら2番さんがすごい叩いて、 で,で、2番さんがちょっとね、その占いが見えてるって誰誰かが忘れちゃったけど、占いが後で出るっていう、見えてるっぽい発言があったから、12ししっていう癖もあるかと思うんだけど、霊能新居で見た場合、何が言いたいかっていうと、占い新郎で見た場合、どっちともラインがつながっていることか、2個ももちろんありますが、っていうことも加味して2番さん、ちょっと冷たいかなって,思って、グレー行くならここ、霊能行くなら対抗でっていう感じで、いいのかな。 確かに2番さんの殴りって結構不自然だったんですよね。3番さんが8、9フラットって言ったところすごく殴ってたけどいやうん8、9って言ったのが、まあ、私は言い間違って9、1で言い間違えたのかなとも思ったし別に3番さんが、まあ、仮に狼だったとしてそこで8番さんフラットって言ったとしていや3番さんが狼だったとして8の新加竜度を追わなかったっていうのがそれが黒要素になるのかって言ったらそうでもないし。 なんでそこまで叩く必要があるのかなって2番さんに対して思いましたね。うんうんで、1位を死んで見て、まあ、まだ2番さんに言いますがえ、5番さんを偽で見るんだったら、2番さんだったらもう5番釣るぐらいまで言ってよかったんじゃないんですかそこまで言い切るんだったら。うん。って思いましたね。えー、グレー釣るのか、3番さんは釣りたくないなと思いました、今。聞いてて。7番さんに関しては、 なんか、うん、言ってることは理解はできないけど、まだ黒いとは言い切れない。一番さんは七番のこと黒いって言ったけど、七番さんの言ってるのって、なんかまあ、うーん、なんか色見せないし、何も落とさない。自分の色を落とさないっていう感じで、まあ印象はかなり悪いけど、まだ黒いとは言い切れないかなと思ってますね。えー、占い師は一番さんの方がシっぽいかなと思ってます。うーん。 いやー、25のライン切りもあるのかなって私も思ったんですよね。あ、あ、これは言ってなかったですね、3番さん。うん、1、2あるって言ったのか。えー、どうしよう。うん、6番さん親フラで何も聞けてないから。うん。えー、私はちょっとごめん。あの、怖い。グレー釣るのも怖いし、占い、1番さん芯っぽいなと思ってるけど、まだ占いに手をつけるのも怖いから、ちょっと今日はレイローラさせてほしい。今のとこ9番さんの方が芯に見えるけど、ちょっと6番さん頑張ってほしい。5番 のプレイヤーは発言してくださ何番ちゃんはなぜ占いに手をつけようとしたのえ初日から占いに行くの ?4 番ちゃんっていうのは。そこだけが引っかかったかな。7番ちゃんは6番ちゃんの出方で、どこを6番ちゃんの方が、なんだっけ、6の出方が、偽っぽい、そう偽っぽい理由を説明でほしいかな。うん 二番ちゃんっていうのは、じゃあ三番ちゃんカリーと若干透けて発言したんでしょ三番ちゃんから二番ちゃんはそう組み取ったわけだ。じゃあ二番ちゃんはなぜその発言をするの三番さんがカリーで八番さんが偽。いや、アーマーっていう考えはないの。で、それを二番ちゃんは透かせて何がしたいので、一番ちゃんはグレー詰めたい。いいと思う。全然いい。あり。全然、じゃあ村乗ってくれ、マジで。うん。自分目っていうのは、七、二、三、四なわけだ。 で、ここで、自分っていうのは8番ちゃん白だから、8番ちゃん狩りるなんだよ。うん。逆にぶち当たってるんだよね、白先が。ってなると、グレー爪とか全然見つけやすいの。うん。だから1番ちゃん乗るわ。全然あり。うん。で、6番ちゃん、あー、そうか、もう、じゃあ精査、精査、精査、セッね。うん。だから全然脅威いよ。25、3番ちゃんっていうのは25持ってるんでしょ、21も。じゃあ2番ちゃん釣りでいいよ。うん。飲むわ。ありありあり。で、1番ちゃんでも引っかかったのは、 1>, うん、1がオオカミの場合、7に釣りをそうとしたけど、でも結局2番ちゃんにも広げたよね。うん。3には触れない。でもここ、オオカミだった場合、多分ね、最初に白っぽいのをね、釣ろうとして、次に囲うと思うんだよ。自分だったらそうすると思う。うん。オオカミの動きだと思う、それが。だから、1番ちゃんの相方言っちゃ全然2番ちゃんある。7番ちゃんに行って、結局2番ちゃん広げたし、3番さんわかんないって言ったのは確かにわかんなかったからね。うん。じゃあ2番ちゃん釣りでいいよ。で、 あー親フラっていうのを6番ちゃんが聞こえなかったの私は。うん、ごめん。親フラ聞こえなかった。6番のプレイヤーは発言してください。はい。えずこっと、自分9番入れるわ、じゃあ、えー。9番さんも6つったからいいよね。会えないよね。もう、芸能師そして狂人の分在だから、えー、両方とも出しゃばれない。そして喋れるような。 ポジションじゃないんでね。そこは一緒。あとは皆さんで好きなようにしてください。はあ、また来た。で、そうですね。なんだっけあ、確かに引っかかった誰か言ってたけど、ニワンさんが37で7に対してのはよく分かったんだけど、3に対しては無理やり37だったかな、みたいな。3入れる必要があったのかな、みたいな。それはあったな。 まあ7番さんねもう人狼じゃないです。スムラなんでね。7番さんそうでしょ。そうですよね。7番のプレイヤーは発言してください。はい。私は今日は6番に入れようと思ってます。1番さんと5番さん、占い師、2人役職が占い師でグレー行こうっていうのは、 占い進路の可能性の方が高いじゃないですか。そこでグレーに行こうっていうのは、やっぱり自分が生き残りたいからかなって思っちゃうんで、私は6番に入れます。親フラっていうのもわかんないし、確か6番さんは怪しんだのは発言もすごい少なかったし、あと一番最後の人ですよね。なんかみんなの出方を伺ってて出るか出ないかって悩んでたっていうところで、 まあ、ほんとに、うん。まあ、オオカミもあるんじゃないかなと思うぐらいですよ。ただ、占いの方に進路だと思いますけどね。でも、2世目、新切りで6番取ります。6位、6位でいいよね。あー、どうしようかな。

6番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、まあね。少なくとも、まあ、例の、釣っちゃったんで、もうこれはローラーで、9、えー、次いってください。まあ、強人だけどね。9つっても。まあ、言うて PP とかあんなら、よくわからないですけど、まあ、9じゃないですか。ねえ、7番さん絶対人狼じゃないですよね。 そこに関して、つかがんないの七番さんは。七番さん人狼じゃないもんね。100%。ね、皆さんわかるかあ、それは説明する必要がないのかあ、そうだ。七番絶対スむらで、もう人狼じゃない100%。わかるよね。通 <laughs> 学習ってばわかりますね。皆さん。七番さんはわかるよね。あ、わかるから、突っ込まなかったと。七番さんは人狼じゃないと。ということですね。夜が来ました。<laughs> 目を閉じてください。

昨夜死んだのは8番9番のプレイヤーは発言しておします77黒7白7番さんがパンダ了解6 6六 6番さんはな、なんなのうん。わか、分かったわ、みんな。7番さんが、数学なら、僕ちょと数学習ってないんで、ちょっと分かんなかったんですけど。ま、あいっか。もう強靭でしょ、明らかに、あんなの。うん。私をね、強靭確定で言ってる理由も分かんないしね。うん。だから、普通に決めてほしいが、パンダの場合どうすればいいんだろうな一1番さん7番するだったのか うん、5番目線17黒でしょう。17黒、17黒。いやー、どうかね五5番んはね、多分ね、1番さんが2番さんに黒出すって思って、もう黒出すしかないから、とりあえず7に黒出したって感じの印象あるけどね。うんうううう、そうねー。 私、まあどうせ噛まれるから、7番さんつって、で1番さんの黒いとこつって、あと信用勝負って感じでもいいのかなどうしたいどうしたらい,いか教えてほしいかな ?4 番さん隠しろでしょ ?4 番さんの遺婚に従うけど。うん。まあとりあえず6番さんのシーンをどうやったら見れますかって感じだよね。うん。 まあ4番さんにこう従うか、こういう場合どうしたらいいかわかんないやん。けど、ほぼほぼ2合狼で見てる。っていうのだけ言っとこうかな。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。7番占って白でした。すーごい申し訳ないっす。うん2番めちゃくちゃ黒いと思ったけど、5番が2番のことを釣ってる、釣りをしてるから、投票までしてるから、あ2番は逆にないのかなと思って7番占ったら白でした。 うーん、俺9、6番もシーンに見えないけど、俺9番もシーンには見えないんだよね。理由としては、シーンだったら7つって色見せろぐらい、めちゃくちゃ強気な発言していいと思うのに。噛まれるやろがい。全くそういう発言がなかったんだよね。なんかむしろ釣られに行ってる感じがするから、俺9番強人全然あると思ってる。噛まれるやろがい。うん、だから俺としては9か5つってほしいかな。うーん。 2番はねめちゃくちゃすり寄ってきたんだよね。俺27釣りたいって言ったのに2番はあ7釣りたいなら僕も乗りますよみたいな。だから最初2だと思ったけど5番が入れたからちょっと分からなくなった。明日もう一回占って23はっきりさせたいかな。今日は 9, 号か,9か5いってください。お願いします。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さい 2>, 2日目ましてよろしくということで追加します。 6番さんの昨日の遺言はとても真には見えませんでした。6番さん白。9番さん真だったら6番さん狂人ですね。7番さんしか触れないところ、7番に占い位置を使いたかったのかなという印象。7番さんが黒だったらあの時点で2番押しをすればいい。2番をわざわざ守る必要はない。3番さんは26。どっちが人外に見えて2に投票したんですか自分は3号狼で見ています。7番は狼に見えません。 っていうところ。5番3目線は4番が白確定。5番3目線は僕ももう白確定と言っていいんじゃない ?6 級何で見てんの ?1 番狼でしょ ?1 番狼の7番狼でしょだから僕も白確定だよね、5番3目線。てか1番も5番もなんで俺占わなかったの意味がわかんないんだけど。っていうところかな 実に臭いんだよね。3番さんはなんで俺投票したの ?6 番さんが人外に見えなかったのそれよりも俺が確実に人外だと思ったの ?2 分の1だよ。6番、9番だったら。6番、9番精査して6番さんが人外に見えなかった ?2 分の1で。それよりも俺が黒く見えた俺は7番さんが白いと思うよ。だから5、3の人外だと思ってる。6、9に関しては真、今だから9番さんなんか狂人だとしても、死んだとしても残していいよ。5番以降5番。 俺は間違ってないと思うけどね。4番さんもさ、昨日言ってたよね。一番さんが真に見える、5番が2世見えるって。言ってること一緒じゃん、俺と。だから5番さんは2世なんだよ。これのものまね、はじめまして、いていう、ね。五3黒で見てまあす。あの村人のセリフだね。のプレイこの人狼札の。発言してください。2番さん結局53黒。うん。 2番さん黒いんだけどうんやっぱり2番さんの黒さから見ても1の方が新め高いかな5番さんがだと盤面的にもう七が5番さん目線ってもう2白ですからねえーっとね2番さんなんで7が白いって思ったんですかそれかわからない2番さん黒かったから僕2番さんに入れたんですようーん 安定で9いくのが一番いいのかな。本当は例えば9番さんが生存するんだったら7を釣って、結構9番さんの方が正直そこがちょっと一番違うんだけど、まあ確かに、うん、発言で共鳴若干上がったと思えなくはないけどでも6番さんと比べたらだいぶ新目高いから9が残るなら7を釣って色見ればイチゴの真偽はっきりするからそれがいいんだけど。 6が人外だと仮定した場合、PP がないことから、ただ9番さんがそこで噛まれたらどうしようもないから、うん、安定で9番さんかなと思ってますね。うん。安定で9るだな。なんかね他にも引っかかったことあったんだけど、2番さん。なんだっけな。ちょっと忘れちゃったななんか、 うん、忘れちゃった、それは。ただ、今日は9かな。9を釣って、明日、うん、まあ、もし1号が噛まれちゃったらダメだけど、まあ、少なくとも噛まれるのは1人だからね。うん、その結果とか見て判断したいかな。とりあえず今日は<番>57のランでいいのかい。なんか3番さんじわじわ黒くなりますね、なんか。ね<ー><え> <laughs> 3番さんは、えっと、まあ、6が人外だとして、9が真だとしたら、7の色を見てもらってって言って、でも2が黒い。いや、ちょっとあの、うん、昨日の時点で、まあ、1番さんが2か7を釣るって言って、で、5番さんも2釣りでいいよみたいな、めっちゃ強気で2釣るって言って、まあ、結果的に1、3、5が2に投票して、あ、これ2番さん白なんだなって私思いましたね。1、5が。 2を釣りをしてて。で、3番さんは昨日投票見て1号が2に入れてるっていうとこ見て何も思わなかったんですかね、3番さん。え、いまだにずっと2が黒い、2が黒いって言ってるけど、えぇ、ー、そんなに2黒いですかいや、まあ確かに言ってることは、あの、今日の1番さんの発言、私1番さんめっちゃ新芽落ちたなと思ったんですよ、1番さんの発言が。え、9番さんの新芽が。 9番さん偽目って言いましたが、別に9番さんの発言は、まあ村の信仰であれば霊ロらする盤面だけど、どうするのパンダ釣ったらいいのみたいな。9番さんはすごく信仰を迷ってて、別にそれが9番の偽要素とは私は思わなかったですね。うん、どうするべきなのかなって私も思ったし。で、1番さんがそこで2か9釣りたいって最初に言ったんですよね。聞き間違いでなければ。2か9って言ったんですよ。いや、え、うーん。 どうですかね私2番さんの黒はないかなと思ってますねうーんどうかね 1> 1, っ思ってるからまあ17か53なんだけど3番さんがここまでじわじわ黒くなってくるからどうしようって今思ってますねどうしよう正直さっきまでは1番さんの新芽が落ちたから今日9残して7ずりでいいかなと思ってたんですけどどうしよう1番さんの新芽本当に落ちたと思うんですよね9か5っつってくれっていう感じもなんかな5番 のプレイヤ4は村もう1回言うね2番ちゃん3番ちゃん4番ちゃんは村ね96で陣外で1は自分目線陣外確定で7番占って7番黒で陣外確定234は村本当に頼むってあと6番ちゃんがもうじゃ 自分が2番ちゃー占わずにまず7番ちゃん占った理由はまず1番ちゃー。だからそもそもまず聞いてほしいんだけど、6番ちゃん9番ちゃんで6番ちゃんっった時の発言聞いてほしいんだけど、6番ちゃんっていうと9番ちゃんは強靭確定って言ってるんだよ。うん。いや、9期強靭確定だからって。7狼じゃないでしょみたいな、そこはよくわからんけど、6番ちゃんの発言が6強靭だと思うよ。ってなると1番ちゃん狼ね。自分目線で話してるよ。申し訳ないけど。で、1番ちゃーが2投票ね。うん。いや、釣らないと思うぞ。うん。だって厳しくなる盤面なの、結局。 ってなると、7番ちゃん占いなんだよ、自分目線。別に2番ちゃん7番ちゃんどうでもいいんだよ。だからそういう考察があったから7番ちゃん占いしたわけね、自分は。で、7番ちゃん占いだって黒だったわけね。うん。え、未だに6番ちゃんのシーンを追うやついるマジで。2、3、4に聞くわ。いや、6番ちゃんグレー星座もしてないし、なんなら9強人しか言ってないじゃん。うん。で、7番に謎のなんか殴りしてるし、意味わからないじゃん。2号泣きやすいけどね。9番ちゃん釣る意味がないぞ。 9番ちゃん7裏、見てみ本当に。黒出るから。9番ちゃんが真の場合は飲めるよね、結局。うん。9番ちゃん目線6連れてるし。だから9番ちゃんっていう七7行った方が全然いいんでしょうん。なぜそこ迷うのかわかんないけど。今、でも絶対6九なら9番ちゃんの方が真が高いでしょ。2、3、4はマジムラねえ。殴りやらない。うそ僕が真だからね。7釣り飲めるんだよね。今日7番ちゃんっつって、うん、みんな9番ちゃんの芯めろ、いいマジで。うん。こうなった時。今日は7釣り以外飲めない。 でキ番ーちゃんに色見てもらうこれ色は見れないんだよなのプレイヤーは発言してくださいはいえっ、ー、と5番さんに正確定ですえっ、ー、と仮にね9番さんが新確定してるんだったら私は釣られるのを飲んでもいいけど9番さん別に確定してるわけじゃない6番さんの偽目の方が限りなく高いけどでも万が一ってこともあるよね いや、7黒っぽくないけどな、これ。なので、私は、私はもう確実に今日は5番を釣ってほしい。1番さんもシンと見てる人は5番を釣ってくれると思う。2番さんも5番に入れるって言ってるから、少なくとも3票は5番に入る。あとは9番さんと4番さん。私は5番かなって思っているから、9番さんか4番さんが入れてくれたら、5番さんを釣れる。 ただでもそれじゃなくて安定思考がいいっていう人は9番ーーに入れてほしい。私釣りは絶対飲めません。六万さんのって私は SG にする何入れよう

7番のプレイヤーは発言してください。うんとすごい残念です。えっ、ー、と5番さんは偽なので、えっ、ー、と、1 2,、あ1番さん、2番さんは、うん、5番さん入れてくれたんですね。で、9、4、5、3。 うーん。えーと、そうだ。気になってたのが、9番さんが4番さんを隠しろって言ってたと思うんだけど、4番さんって隠しろなのかな ?5 番さん目線で言ったら隠しろだけど、1番さん目線って隠しろじゃないですよね。村目線って隠しろじゃないですよね。隠しろだよそこがちょっと気になった。で、私は一番は番ってるから、ね。酢の酢 一番さんすいませんでしたちょっともうちょっとね白くなれれば新名あげれたのに申し訳ない一番さん四番さん夜が来ましたここ目を閉じてくださいえーどう思いますよまあ七番さん絶対白だと思う とりあえず準備しとくか噛まれない可能性もあるかナクロでいいよなこれナクロ出してゴズリ じゃあ七城の方がいいか。七城で後釣りの方が安定感。朝が来ました。昨夜死んだのは。うわ。一番。一神。なんだこれ。二番。のプレイヤーは発言してください。 三日目まして、よろしくーということで、9 <coughs> 番さんの色はんあれ ?9 番さん、色 9番さんの昨日の7投票がすごく気になる。とりあえず7番さんはね、把握漏れしてるのかなんだか分かんないけど、4番さんは確定白だよ、確実に。1番から a、えー、番は4を白。5番さんは7を黒。の時点で、両目線から確定しろ、4番さんは。いやー、7、3精査で7の方が白いと思ったから、僕は5番に行ったんだけど、7の、えー、黒が見えないから。だから、5番を2世だと思って、5番を行 だんだけどしかも一番噛まれてるよねだから3五黒で9強陣じゃないのかなもはや <laughs> えっと一番さんが地がみするメリット一番さんが地がみするとしたらいやそれはないな5が死んだったら7黒だもんね一番地がみはないよねだから9番さんが7を殺そうとしたのは3七精査した時に7の方が白かったから7をぶち殺した っていうことじゃないのかなまあ、いっかそこ追ってもしょうがないよね。俺はもう3 5黒で追ってるから。か9番さんが今日だったら負けだけど、多分6級で精査したら9死んだと思うんだけどね。<laughs> そういうことかなあ、9番さんはあれか。53に強陣アピールしといて、1番もうかんじゃえよ。これで勝てるからっていうことで、3号に1番をかまして、 っていうことかな。狂人アピールした風のシーンだと思ってる。ゴー、釣り、以上。3番のプレイヤーは発言してください。さいうーんっと、結果見れないのかな ?9 番さん、5番さんの結果は。すごく気になってるんだけど。1、白。9番さんは <laughs> ?9 番さんわかんないのか。うーんと、奥目線で言ったら、 もう25で9強靭だともう負けなんで、で、例えば5番さんが死んだとしたら、7級でしょ残ってるとして、6番さんも連られてるから。もう1真の2黒。え ?5 黒だと思うけどな。それか。え、な、なにこれちょっとわかんなくなってきた。2級。なのこれ。2級ってあんのかな うんでも、どの道え待ってもう1番さんは真。5番さん目線の7級ってないと思うな、たぶん。で、なんで昨日7番に入れたかっていうと、霊能を新居で見た場合、占いが進路違う、なんでじゃねえや。パニックって、僕、標人じゃん。霊能になり、もう完全になりきってた。1> 1たた <laughs> あれ6クロ、6黒とか思ってたけど。 うん、自分狂人じゃん忘れてた。うん、えっ、ー、と、7っていうのは、<laughs> あれなんですよね。あの、僕目線で言ったら、2がスムラだった場合って、グレーの中に7がラストウルフになりますよね。うん、ってことから7っていうところに、もしかしたら1番さんがここに行ったんじゃないかなっていうことも加味して7番さんに行ったんだけど、そうで。結局9番さんが生き残ってるから9番さんの色を見たいんだけどな。そうしたらもう、かなり盤面スッキリするから。 やべえ、忘れてた。もう自分で言うのだと思ってた。うーん。いろいろ見えてれば2を押せるんだけどな、な、まあ。とりあえず5かな、今日は。4番のプレイヤーは発言してくださいああ。3番さんは今日5に入れるんですね。いや、1番嫌だなと思ったのが3号狼で9狂人が嫌だなと思ってて、9番さんがもし狂人であれば今日1番が噛まれてて、だから9番さんの狂人アピールとしては7黒って言えば、 その、まあ、5番へのアピールはできるんですよね。そのもし9番さんが強人だったら<ー>え、9番さんなんで結果貼ってくれないんですか貼ってやるか。あと、ありえるとしたら号泣とか、新郎新郎で、号泣で234に強人がいるっていうのを願って結果も貼らずにこうやって待ってるとか。7黒。いや、嘘じゃん。え、嘘。いや、ない。それはない、マジで。<laughs> マジか。いや、申し訳ない。進行ミスった。本当にごめんなさい。今日一番が噛まれてて、もし一番さんが偽で、うん、7が黒だった場合、一番が噛まれる理由って何もないですよね。いや、やばい。どうすればいいんですかね。一番が噛まれて、1進で7白で落ちてて、まあ、6が狂人、え、で、7が黒ってことは9番、これ偽ですよね。9番偽で、5番も偽。 で、2、3に、3番さん今日5に入れるって言ったから、2番さん、え、狼どこにいるんだろう ?5 番さん狼五59か 53?2 はないですよね。え ?2 番さん、52は絶対ないから 53? あー、やばい。 これ5番3から PP 宣言あるかも3号オオカミ9強人かもしれないどうしよう今日5番に入れます私五5番釣りますいやーやばい5番のプレイヤーは発言してください 1>, 1白ねル,ルルちゃん1白1番は強人あと3番ちゃんに言うけどなぜ私のシーンが終えないなぜ1号をさ<ー>進路で見てるの1強 わかるで、6番ちゃんがシン、9番ちゃんがオオカミ、モニカちゃん、うまい。うん。いや、てかね、これはね、6番ちゃんのシーンがなかったよ、正直ね。うん。でも、村目線7番ちゃんつってくれたんだよ。うん。だから、PP がないんだよ、今日わかるルルちゃん。ねえ、あのね、強人だったんだよ、1番ちゃんが、マジで。うん。で、これ得するの誰よえ、待ってよ、<俺>これ。ルルル 本当に七黒なのか。ええ、マジで、盤面性しっかりしろ。え<っ>、モニカちゃん釣りだ。九番。のプレイヤーは発言してください。 ごめんなさい、喋ってなかったですえなんだよこれはどえどういうことまあうんいやまあいいか 4番さんに投票します投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。Oh my god! 4番のプリンスで発言してください。<laughs> ちょっと、ああ、これ PP ですよね。いや、申し訳なかった、本当に。3号狼ですよね。三号狼の九9なんで5番さん私に入れなかったんですか五番さん。え ?3 級まだつもいいやあ。あ、ないか。5が真だった場合は7黒でしょ。7。 9? いやでも9番さん昨日7に入れてるからやっぱ5のシーンってないと思うんですよね。え ?9 番さん7に入れてるから97はないですよね。9番さんは。え9番狼だった場合え 3? えいやもう3号狼オ9強人しかないですよね。いや。<laughs> はい。5番のプレイヤーは発言してください。 あ,あモニカちゃんマママジ狂人えマジマンジ人いや、これ意地悪いぞ。もう本当にこれで強人じゃなかった場合。でも三番ちゃんももう4入れてるからな。ああ、いやだからさ、語りようと思ったんだけどな、普通に。だって全然貼らないじゃん、結果とか。う <laughs> えー、マジで意地悪いぞ、モニカちゃん。お願いよ、ほんとに。頼むよ、本当に頼むよ本当に頼むよもうこれでもしさ、これでもう違いますよ。もう5番バカじゃんみたいな感じになった瞬間に、もうね、もう、やばい、もうやばい、もうパッションぶちまげるよ。もうほんとやばい、やばいかやばいからね、本当に。4番ちゃんつろうん。3級は4ね、4、しっかり。もうここでもう5に来た瞬間に、もうやばい、もう発狂しちゃうからね、もう。チュッ投票を始めてください。5にいるか。 ちょっと発狂見たいよね。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。人道の勝ちです。<laughs> 数学勉強し直せ。なるほどなぁ。数学勉強し直すか。 うーん数学なんだよな結局文系か説明してくれ6番説明やろういやーいいちょっとよく分かんないっすね 九番やっぱ狂人だったんですね。ああ、数学教えて欲しかったんですけどね。残念。あの場面、九の二攻めをうのって新め落ちるんですかね。いや、別にいいですよ。九番さんは正直新強だと思ってたんで、狼だったらまずそもそも六番弱で二番入れればいいですし、だからもうほかっといて五三釣りたかったですね。 うん、僕、2級釣り行ってないんですけどね。5級釣りしか押してないんですけどね。ルルちゃん、隠しろなら2日目9番さん釣りうをかけていい、バ媒ローラーしてから1号の審議でよかったじゃん。なんか6番、ね、めちゃくそ黒かったのが悪かったっすね。9番もちょいちょい今日アピールしてたんで、あんま新新気味、ん気味打ちできなかったんですよね、9番で。 いやあれですよあの、まあ、今回は1番さん噛まれたんですけど普通はね強人かあの結局5番さんも分かんなかったでしょ私のことは真なのか今日なのか最後の投票の時も普通ねあの,の噛むんですよ残った方の霊のだから私の結果を待ってるってあの私は結果出したいっていうのをね言ってもどうせ噛まれるんですよだからそれは私の偽よさではないんですよね、まあ、結果今回はあのああ噛まれませんでしたけどね 普通は霊能ほっといていいですよあ噛まれるのか確かにそうそうあの<や>カレイドが初日に出たときは狼、ね、目線はもう吸盤が進化強化分かんないんであの色出される方が邪魔になるんですよね多分う馬ぶって初日グレーズ済むようとか本当はいらないと思うよノースで霊能ローラしてからの方がいいと思うよもうグレーズメとか初日本当いらないと思うあグレーズメ結構強いと思いますけどね狼オオからしたら嫌だと思いますけどね別に 2番3視点3番3んつってレバ媒師からパンダにされたら真偽分かんなくなるでしょああまあ僕結構パッションでやっちゃうんで確かに盤面整理で言ったらあれですねただやっぱ3号の黒が見えちゃってたからな <laughs> うーん2番3視点見えたとしても結局2番さんが SG にされてたでしょだからそれって無駄なんだよねまあなあ結局なあ かるまあ確かに、7番ちゃんがさ、4番ちゃん隠しろなのにさ、4番狼持った点も、7番ちゃんあれじゃん。うん。うん、7番さんは、あの、遺言はよくわからなかった <laughs> 3> いや。3番さんは黒いなと思ったんだけど、1番さんがな、あ、森番さん。え、シーンなくなったなと思ったから。 これ2級、二級釣りたい行ってないっすよ。5級しか押してないっすよ、僕。一番ちゃん5級しかいってないよ。はい、うん。それはごめんね。いや、9進決め打ちできなかったと思いますけどね。ちょ、うん。いや、9進は決め打ちはできなかったですけど、<laughs> まあ、9の方が親は高かったぐらいですけど、やっぱりあの状況での3の2投票はかなり黒かったですよ。 3番さんは黒かったなと思ったんだけど、1番さんが若干新目ないなと思ったから、7に入れた。ちょっとやめ,やめてくださいよ、ちょっと白,白確認捏造されて、白出しつられるのめちゃくちゃつらいっすよ。いや,ーいや、4番さんはそうだなー、1と5の審議つかないんだったら9いってほしかったな、僕はもう本当にほぼほぼ3、3、7審議で。 7は白いと思ってたんで、5行きましたけど。7は白かったね。さんに聞きたきいや、分かってなかったけど、でも、あのね、あんなパッション出したほど9番ちゃんを、まず自分はね、そこまで、真だとは思わなかったけども、3番ちゃんと夜話し合って、かけよかけよかけよって話して、まあ、その策略もあったんだよね、その後三3番ちゃん。 一応もう1番さんのシーンはもう決め打つ流れにして1番さん噛んで,で5番さんにセって言って9番さんが死んだとしても兄さんの殴り合いに持っていくしか勝ちつないかなと思って1番さんを組みましたうん,兄さんの殴り合いだったら間違いなく私3人投票しますよでも4番ちゃんさ自分がさ9噛んだらさ1一言ってくれた次の日 あ、その時はもう4番さん噛んでますよ。4番さん噛んで、9番さん残して、9番さん今日もあるから。そう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 。9番噛まれてたら、9黒軸で追っちゃうかも。え、でも9番残すのめちゃくちゃギャンブルじゃないですか。4噛んで9が真だった場合、5の破綻で僕が2、3占って黒確定するんで負け確じゃないですか。 いや、9番の黒、ちょっと追えないっすよ。9番黒だったら、そもそもが多分2番そのまま投票して殺してますし。いや、<て>違います違いあの、この、僕が見時に4刊で、9、1、2、3、5が残った時に、9が真だったら、7が白ってスケ分かるじゃないですか。で僕が2、3占って、僕、真確定してる段階で、 3二黒打ってるんで3五狼おわ三五狼が確定して負け角じゃないですかっていう話ですねそうそうさっき言ったのは、えっと、まず1番さんを噛んで5番さん釣ってでその後で4番さん噛むって話です,ですああなるほどいやー9番さんまあ9番さんがうまかったってのもあるけど6番さんが真に見えなかったな <laughs> まあ親フラでね親フラだったからねまあフェアじゃなかったですねちょっとだけねいや親フラもあるんですけど7番のあのいじり方はもう 7SG1 にしたいというかあのあんまり真の動きじゃなかったですよあれは数学的に7黒っていうのはどういうあれだったんですかねちょっと気になりますけどね教えてほしかったですけどね 文系ですかっていうの笑っちゃった偏差値20違うと会話できないらしいからめちゃくちゃ高かったんでしょうね6番は多分偏差値多分90ぐらいあるんじゃないですか多分思いますけどねモニカちゃんってさ3号の黒ってもう余裕で分かってたもしかして強靭目線って まあ5番3黒はもう分かってた2五かなとはちょっと思ってた2五か3五かなとは思ってた、うん、2> あー2五まあまあそうですよね2五か3五まあ7の白つけてましたよね俺9番3の7番投票はもうねあー村釣りに行ったなって思いましたよ正直。 そうですね。もう7はもう絶対に白だと思ったから7番さん行きましたね。うん、7はもう白だと思った。パッションなんでだっけななんで7白と思ったんだっけなえっとね、え、なんだっけなえっとね、7番さんは、なんだっけな えーっとちょっと忘れちゃったな忘れちゃったけど7狼じゃないなとは思ったね確実にえなんだったっけなぶっちゃけ占い師からすると7番みたいな動き方されるのが一番嫌なんですよね色,色見たくないけど色見るしかないみたいなあー そう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 。もうなんかね、5番さんがね、7番さんにもう黒を出す準備してた感じがあったから。ごめん、ちょっと7番さん単体で白かった理由忘れちゃったけど、もう5は絶対7に黒出すだろうだなと出したし、そうそうそうって感じが、ね。5黒軸で考えたって感じかな。なんだっけな、なんか忘れてたけど7番さんね、めっちゃ白いなと思ったんだよね。 ね、7番さんはね自分目線白いと感じたのがもうほぼほぼ2位釣りの流れの中でしっかり6級精査で6が偽だと思うから6を釣りって言って2位の釣りをちょっと和らげてくれたところが自分目線は白かったんだよ、ね、ああそれもあったねなんか俺それグレー狭みたくないのかなと思っちゃったんだよね正直まあねそう見えるよね いやそれは7番さんの白要素じゃないと思いましたけどねいやでもあのまま2釣りをし流れし,してたら別に347に関しては全部統一ですよ僕からしたらなんだっけなーいやー9番が真だったらなー干渉できたかもしんないのいや,いや忘れちゃったななんかね最後の発言が7番絶対これ白だと思ったんだよねいけた いやたね9番さん結構トリッキーなプレーでとりあえず7ぶっ殺して狼にプレッシャー与えて実は「死んでした」って言うのかなって思ってました正直いやそれが怖かったからさ最後まで占い結果も忘れてたんだよねこれねあの僕本当にね霊能者だと自分のこと思い込んでてでえ待ってえど,どういうことみたいな「6黒なのこれ」とか思ってた <laughs> 5番さんが1番しろって言ってるのに、ええええええなんでどうえどういうことどういうことってなってた。パニックってた。単純に。なんで1番だのつって。うん。そう。地上とかも考えたね。うん。そんなわけないんだけど、ね、思い込みすぎたね。そうそう。 まあ、あと占い結果もね冷鏡で7黒だからねもうギリギリだよチャット <laughs> あーそういうとこも今度から発言はしないけど自分の心の中では思っとこうかな <laughs> でもさそれってメタになるのかなチャットの考察ってチャットが遅かったから偽ですっていうのはメタになるんですか いやー全然メタじゃないと思うよ。あ、チャットの遅い、早いは別にメタじゃないんじゃないですか。ただなんか文字で言うのって、なんかちょっと、なんかちょっと嫌じゃないですか。頭のバグ。ななんかそこで殴んなよみたいな。なんか <laughs> 自分の美学じゃないですけど。<laughs> 頭がバグってたな、僕の。 あ、お疲れ様でした。楽しかったです。あの初で9番さんとやれて良かったです。またお願いします。いい村でしたね。反省会も含めてね。